皆さんこんにちは、ワンダイビルフィジです。では今回はギレンの野望ジオン独立戦争期ジョン軍編、続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、オデッサに降下部隊を降下させて、ここの制圧を行いました。ユーリーとマクベの部隊ですね、無事に制圧完了しています。今回その続きになりまして、第二次降下作戦として北米キャリフォルニアベースの攻略を行っていきたいと思います。すでにですね、いくつか進展がありまして、まず補給部隊の設立は完了していて、あと部隊の方もですね、再編を行っています。例えばドズルの部隊なんかはもう降下する用の部隊に再編を行いました。今まではね、ここ宇宙艦隊として編成していたんですけども、これを完全に地球に降下する部隊として HLV というものに全部載せています。さらに、ザク2の F 型新松永専用機、これの生産ができましたので、新松永はこの専用機に乗ってもらうように編成を変えています。ではこれで早速プレイの方を始めていきましょう。攻略作戦キャリフォルニア発動します。進行ルートを表示します。進行ルートは、北アメリカ上空から大気圏突入を果たしてキャリフォルニアに降下していきましょう。攻略作戦案を設定してください。まず地球降下ルートでの降下、これにコストにかかります。さらにですね、先ほどお話した補給部隊の設立完了してますので、これによって補給支援が行えます。どうしてもね、地球上ではまだザク1が中心なので、移動力が乏しくてですね、消耗が激しいので、この補給支援でね、物資補給してもらえるように準備を行っておきたいと思います。同じく偵察部隊も派遣しておきましょう。これで15ターン以内に攻略を目指します。了解しました。攻略作戦を発動します。何としてもキャリフォルニア取りましょう。続いてですね、開発プランなんですけども、これ速攻でやりたいのが陸戦型ザクの開発ですね。これはもうすぐにでもやってサクッと開発完了してもらいましょう。生産はドップの生産を行っていきます。そして肝心の突入作戦ですが、ドズルの部隊今ちょうど編入を完了した段階なので、次のターンで突入させていきたいので、このターンは見送ります。トワニングの部隊も同じですね。そうなるとガルマの部隊だけで突入ということになりますので、このターンはガルマの部隊も突入させずに、次のターンで、3つの部隊同時に突入をさせていきたいと思います。では早速突入させていきます。ドズルザビ中将自ら、北米キャリフォルニアに突入です。トワニングの部隊も突入、そしてガルマの部隊も突入ということで、3軍団同時に突入するという作戦にしてみました。では降下作戦発動していますので、ちょうどね、作戦を行う内容もないので、演説を行って全軍の士気を上げておきましょう。お願いします。人類は我ら選ばれた優良人種たるジオン国国民に管理運営されて、初めて永久に生き延びることができる。地球連邦の無能なる者どもに思い知らせ、明日の未来のために我がジオン国国民は立たねばならんのである。素晴らしい演説です。兵士たちの士気は向上しています。キャリフォルニアベースに部隊が到着しました。作戦の指示をお願いします。ここはですね、3部隊全部突入させているので、それなりに、足が遅い人たちが苦戦すると思うので、そこをどうね、かいくぐっていくかというのを、しっかり考えながらいきましょう。補給支援、偵察支援は行います。それに指揮効用も使いましょう。自分の指揮、先ほどの演説でプラス5、ここでプラス10ですね。で、防御陣形でいきましょう。
これで全部マニュアル操作でいきます。攻略戦を開始します。まあ、できればね15ターンという作戦期間設定はしてありますが、5ターン以内ぐらいでね決着つけたいですよね。策略を実行します。敵の策略は攻撃陣形か、ある程度こちらも被害は覚悟の上で済んだ方が良さそうですね。ではマップ確認しましょう。敵はご覧のようなマップになってますね。ここに向けてマップの右上から、そうだな、まあ、補給ラインをつなげながら、地道に進んでいく形になるのかなと思います。では進めていきましょう。これコムサイがまだマシな方ですね。コムサイが本当にまだ動ける部類としてはマシな方なので、コムサイをちょっと前に進めた段階でコムサイから下ろしますか。まあ、コムサイを移動手段としてどう使うかっていうところですかね。なので、では進軍ルートですが、補給線をつなげながらこのまま、通常通り南下していきましょう。で、まあ、6ユニットかな、6ユニットしかありませんけども、ドップ、あと同じく6ユニットあるコムサイ、これらをねうまく使って、できるだけで速やかに敵を排除していこうというふうに思います。敵のまず航空ユニットが前に出てきているようなので、この航空ユニットを前におびき寄せたら、そこからですね、攻撃を仕掛けて、手繰り寄せていきたいと思います。ガルム、協力しよう。君の手助けがこんな嬉しいこと。まあ、今回はシャーとドズルも降下させるというね作戦になってますので、優秀なパイロット、指揮官を引き連れての戦いなので、うまくね操作できれば十分に勝てるかなというところですかね。ドップとコムサイをうまくですね弾よけに使いながら進軍中です。敵の航空隊はね半分以上撃破しましたので、ここからはですね敵のタンクが相手になると思います。これらのタンクを排除しながら前進しましょう。まあ、今シーマ半分ぐらい減ったので後ろに下げましたけども、まあ、こういう形でなかなかねその近づけない、しかも61式戦車はレンジが2持ってるので一方的に殴られるっていう状況を作られてしまうことが、まあ、結構あるので、まあ、そこはしっかり注意しながらですね進めていきましょう。ガルマ軍団長ですけど、ここは思い切って前に出します。撃破されたら元も子もないというのがあるので、この周りをしっかりとコムサイで固めていきましょう。攻撃するならコムサイに来いと、まあ、そういう感じですね。今気づいたんですけど、敵は潜水艦を連れてきてるようなので、ここ全機撃破による制圧はちょっと難しそうなので、全拠点制圧を狙っていきたいと思います。まあ、それでここのね、攻略を終わらせることができればいいかなというところですね。さあ、陸戦型ザクの開発が完了しました。なのでこの後は陸戦ザクの量産体制に入っていきましょう。それに伴って予算の配分も少し、生産の方にもね回していきたいと思います。では予算の配分ですけども、生産に少し回したいので、その分作戦部門を削って生産部門に回します。情報も少し減らして、その分生産に回しておきましょう。軍事部門も今は作戦を動かす必要があまりないところなので、これを削ってですね思い切って開発部門に振ります。さあ、では2回戦に突入しています。連邦側の策略ですが、
格納をされていた兵器を予備部隊として戦線に投入してきているということですね。いや、せっかく削ったのにまたここで敵が増えてしまったという感じかな。ドズルがですね、むちゃくちゃ強いですね。格闘がね、めちゃくちゃ入るんですよ。この大型、ヒートホーク。命中率 99% で、まあ、近接攻撃なんでいいんですけども、攻撃力が100あるんで、この大型ヒートホークが入るだけで、全然的撃破できますね。この火力を生かしてちょっと頑張って進んでいきます。ここはミデアを撃破しました。やっぱりドズルだな。これドズルを降下させてなかったら、きっともっともっと苦戦したんじゃないかなと思うので、ここドズルをね、持ってきたのは正解だったかなとは思います。で、傷ついた部隊はもう返しますと。これはね、もう徹底します。多少一時的に使える戦力が遠ざかってしまったとしてもですね、優秀なパイロットは、生かすと。これ、ガルマの移動力、むちゃくちゃ高いんだけど、このガルマ専用のザク、優秀ですね。移動適性で森と山持ってるのが強いな。シャーザクとかよりも多分優れてるんじゃないかな。移動適性がやっぱり森山、二重丸ついてないですもんね、このザク2のシャー見ると。その点ガルマの専用ザクはそこに二重丸がついてるので移動がスイスイいきますね。では戦略フェーズに戻ってきました。まずは開発からしっかり行っていきます。キャリフォルニアベースのね、攻略作戦は継続中です。どうだろうな、モビルハンマーの研究1だったら使ってもいいかなっていう感じはするんですけど、今は新兵器の開発と、あとは技術研究にお金使いたいですよね。まあまずは新兵器で小型陸戦艇、これはギャロップですね。ギャロップの開発始めましょう。で、あとは中距離支援用ザク、これはザクキャノンだな。ザクキャノンも欲しいよな。爆撃機も欲しい。あとはマリンザク、あとはザクデザート仕様、まあ、砂漠戦用のものですね。いや、欲しいものが多すぎるな。部下提案もう一度見ましょうか。モビルアーマーの研究は置いておいて、新兵器、そうだな、一旦砂漠戦用のザクと中距離支援用ザク、これをちょっと入れます。で、残った開発コスト2を使って技術研究、モビルスーツの技術研究を進めます。もうこれで開発コストがゼロになりましたね。制作はともかく作戦は、作戦発動中はちょっと減らしてもいいかもしれないな。防衛強化は来るべきオデッサのね、防衛戦に備えて強化をね、今のうちから地道に進めておきたいと思ってますので、やることがないときはオデッサの防衛強化、これを行っておきます。では戻ってきました。北米キャリフォルニア攻略戦ですね。敵の中心地点にいるね、敵の防衛台、あとミデアがまだ残ってそうなので、このミデアの排除を進めていきます。モビルスーツの損害ゼロでいきたいな、ここは。そうするとこの後に続いてくるニューヨークの攻略がね、楽になると思うので、できるだけここは損害が少ない状態で進めていきたいと思います。で、その頃にはギャロップをですね、しっかりと配備して、ザク2の陸戦型、J 型ですね、これも配備を進めて、盤石の構えでニューヨークのね、攻略進めていきたいので、そのためにもここはモビルスーツの消耗をできるだけ少なくしたいと思います。やっぱりここに潜水艦がいるので、この潜水艦は排除のしようがないので、全拠点制圧を先に行っていきましょう。残っているのがこの中心地だけですね。ここは、ではシャアに占領させます。
占領させて拠点の制圧に成功しました。残存勢力の投稿戦に移行します。このキャリフォルニアの攻略完了ということになります。敵基地の制圧に成功しました。我が軍の勝利です。いや本当にドズルを突入させて大正解でしたね。ドズルとシャアがいなかったらちょっと厳しかったかもしれない。閣下、降下部隊の第2陣がカリフォルニアベースの制圧に成功しました。この基地を橋頭保とすることで北米大陸東岸部ニューヨーク基地を攻略することが可能です。作戦の発動をお願いします。はい、ではご覧いただいた通りカリフォルニアベースの攻略完了しています。でこの後はニューヨーク、ここの攻略ができるようになるんですけども、ギャロップの開発が完了するのを待ってからこのニューヨーク攻略作戦を発動していきたいと思いますので、しばらくの間進めておいてギャロップ開発完了と同時にニューヨーク攻略作戦を発動していきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきます。うん、はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。